体の部分についてちょっと質問をさせてください。あなたの平熱は36度以上ありますか？35度6分とか7分とかそういう35度台ということはないですか？血圧、上の血圧は90以上ありますか？上ですよ、下じゃないです。上の血圧が89とか8とかそういうことはないですか？過去に不整脈とか貧血っていうことをお医者さんに言われたことはないですか？それから常に腰が痛くないですか？ちょっと30分ぐらい歩いたりとかもう1時間2時間机に向かって座ってると腰が痛くなったりとかっていうようなことはないですか？吐き気だとか頭痛はどのくらいのペースで起きてますか？そういったところ、体の部分の状態を質問もいくつかしていきます。原因を探っていこうと思います。今これはどうしてこういう質問をしたかというのはまた別の機会に譲りますけれども、こういう部分も探りながら、話し合いをしながら、施術をしていきます。一つお願いをしたいのは、元気になりたい、なんとかしたいという気持ちだけは持っていってください。どうしても心を閉ざしてしまうと、こうなかなか僕も元気にしてあげたいなと思って施術をするんですけども、そこで止まってしまう、終わってしまう場合がありますから、とことんいろいろなことを僕にぶつけていただいて構いません。施術中に泣き出してしまっても構いません。今病院に通ってて薬をたくさん、まあ、量は少しでもいいです。病院に通ってて薬を飲んでいても全く構いません。場合によっては催眠療法、そういった部分を使って、リラックスしてからやってもらったりとか、そういうふうにいろいろな方法を考えていきますので、とりあえず僕に調子の悪いということをぶつけてください。元気になりたいという気持ち、その悪い部分をぶつけていただければ嬉しいなと思います。よろしくお願いします。